Yes. オリジナルアート作って一番高く売ったやつが勝ち。ということで我々スクワットには180万円の借金がございます。それを返していくために少しでも足しになればいいなと思って、まあ、オリジナル絵画をそれぞれ6人が作ってきて、まあ、路上とかで販売して、まあ、お金にしていこうかなと思います。なるほどね。まあ、とりあえず何でもいいんでしょ。何でもいいです。例えばその現代アート的な、なんかその意味がありそうなこうゴミとかを固めてこうやってみます。でもいいです。絵描いてもいいし、もう概念何でもいいのね。はい、まあ、ということで6人最高のアートを作って売っていきましょう。はい、それでは各自アートを作ってこい。いきます。はい、ヤジです。私の絵を描いていくコーナーやっていきたいと思います。ということで私のテーマなんですけども、この自然と一つに、まあ、この自然と一つになったっていう作品を、まあ、誰かの心に刺さるような絵として表現できたらいいなって思ってます。で、やってきちゃいましたんで、花粉の季節、まあ、そういうのも自然の恵みとして受け入れてアート作品にしていこうかなと思います。今日は、まあ、ここに画材があって、ここに黄色い絵の具があるんだけど、まあ、そう、花粉が漂ってきたタイミングで僕は自然とくしゃみが出てしまうから、まあ、くしゃみと同時にこの黄色い液体を噴射してアートにしたいと思う。アートって瞬間を切り取ったものだから、じゃあ絵の具を口に含んでくしゃみが出るタイミングを待っていきたいと思うよ。自然との共存だからこの一瞬一瞬を切り取っていく。何があるかは分からない、誰にも。はい、ということでフォルテッシモカズです。よろしくお願いします。今回のアートの作り方なんですけども、僕が得意としているおならでアートをしていこうかなと思います。まあ、いろいろね、調合して風で飛ぶような粉を作ったので、そちらに火を吹きかけてピチャってついた時のアートを作っていきます。お願いします。はぁ、え無理それではね、早速部屋を貯めていこうかなと思います。部屋を貯めるのね。何俺何やってんだろう。いつもだろう。部が溜まりましたので、早速本番行きたいと思います。お願いします。行きます。あべ。あべ。何してんのマジで。飛んでない全然。飛んでないよ。なんで？少ねえからね、部が。直しいや、もっとでかいの出て挑戦できるっていうなら見届けるけど、変えます。変えんのかい。こいつ。はい、ということでコウタです。私が作ってく作品なんですけども、まあ、まず先に作品の名前だけ紹介しちゃおうかなと思います。私が作る作品名はコルポでございます。コルポって、まあ、イタリア語で体っていう意味なんですよ。まあ、簡単です。私がやってきた、まあ、服を脱いで上半身に絵の具を塗ります。その絵の具塗った体に呼吸にペタッてくっつけて引き剥がしたら、ちょうど綺麗な体のラインができると思う。何なのお前。
気持ち悪い。コートアレルギー。危ないじゃん。まあ、ということで、俺はこんな感じに作っていくので、早速体に絵の具塗っていきたいと思います。はいはいはい。あ、めっちゃいい色だね。てかさ、お前そんなチンタラやってたらさ、腹筋やる頃にそこ乾いてんだろ。確かに、待って、そうじゃん。何よチンタラ。筆が1個しかない、どうしよう。合ってんのこれ。正解ないだろ、別に。何してんの、マジで。あ、いい感じ。もうすぐ行けよ、この後。この次から気をつけて。皆さんこんにちは。アートの世界へようこそ。自分たちがそれぞれアートを描いてこいっていうことだったんですけどもね。みんな試行錯誤してそれぞれのアートを描いてきてると思うんですけども、私が今回使っていくものはこちらです。火です。どうやって作っていくかと申しますと、こんなからくりをご用意いたしました。それはこちらです。画材を宙にぶら下げております。こちら、こういう風にするとくる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 回るんですよ。そしてですね、こちらの中央に火を灯します。どん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 焦げ目がついていきます。その焦げ目を僕はアートとして描いていきたいと思います。それではやっていきます。一枚の絵になると思うんで、世界に一つだけの絵になると思うんで、規則にやっていきます。すげえ、マジでちゃんと焦げ目がついてきた。はい、ということで、はるかの部屋へようこそ。早速絵を描いていくんですけれども、今回テーマがありまして、テーマ自由です。まあ、特に描くこともイメージできず、まあ、自由に描こうかなって思ってます。ちょっと色が白いので、早速黒ベースにしていこうかなと思います。一回下を黒にして明るい色で上に描けばなんかいいものできるんじゃないかなと思って、一回板を黒にします。とりあえず全面黒にしました。やっぱメンバーカラーが青だから白青でなんか描いていこうか。行きましょうか。はい、ということでターでーす。今回はね、アートの作品を描いてこいということなので、僕の思うアートはちょっとなんか子供っぽい絵とかもアートっぽかったりするじゃないですか。いろいろ考えたんですけど、まあ、自分が描くとかよりもやっぱ子供に描いてもらった方がいいんじゃないかなって思うんですよ。ちょうどね、兄貴のちょっと子供がいるんですよ。その子に描いてもらえば見る人によっちゃアートっぽくなるんじゃないかなって思ったんですよ。じゃあ向かっていきます。はい、ということで、ゆうの家に着いたんで、ゆうの子供かなとに絵描いてもらうと思うんで、いけるかなと。なんで笑ってんの。じゃあかなと、じゃあこれに好きなようにじゃあ絵を描いていいよ。これで早速行くんだ。そうやって何描いてんの今。かなとこれかなと描いてんの。見てかなとじゃあ分かんない俺には。かなと可愛いって言うと怒んだっけ。かなとかっこいい。かなと可愛いね。かっこいい。かなとかっこいいの。かわいいわ。違うんだそれは。白。あ、白でもう一回書き直そうとして。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。全員アートを作ってきたと思うんです。
ですけども、目覚めたね、はい、あ、本当に本職でした。あらら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 ら。そうなんだ。いいことじゃん。目覚めたね。あらら。赤いの違いね。あらら。赤いの赤いの。行けるときに行っちゃう。どうか。誰だよ今の。誰。じゃあもういいってワンピースは。じゃあ俺から発表しようかな。さあ、まあ作品名から。いらっしゃいませ。作品名はコルポ。ということで、私が作ってきた作品はこちらです。でん。まあまあ、ええ、どう、なんか今のうちは意味わかんないけど、あ、そうそうそう、聞かなきゃ。ハルトが、例えば博物館行ってこれが展示されてたらどう。あ、ボッキモンだね。ボッキモン。ボッキモンだね。見ました。イメージと感じると何に見えます。まで、も赤いのは、うん、鳥系かな。あ、なるほどね。あ、鳥系かな。鳥系かな。四つ葉のクローバーみたいな。おお、コルポはどういう意味ね。それ気になるの。コルポっていうのはイタリア語で体、体って絵の具を塗ってペタッてしただけです。この作品でも捉え方によっては何も知らない人から見たら鳥に見えたりフローラに見えたりするってことはすごい恥ずかしい。これがアートの、この俺らがやりたいことの本質なんだよ。だからこれで勃起したんでしょ。ハハハハハハ。感じるものがあったね。あ、ハハ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 。でも絵もすごいな。絵にもそうだし、その絵を描くまでの行動に対して、まあ、その花粉症という春を感じさせる、そういった作品になってます。だからこれはもう本当クッションに描いたんですが、組み取られたらもうその人にしか売らない。本当の価値やな。本当の価値を分かる人にしか売らない。次は僕行きますか。はい、僕作品名上からの見下ろし。今考えた。絶対に。上からの見下ろし。え？いきます。こちらです。おー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 おおおおおおお。はい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 。真ん中犬っぽいね。ね、これ、まあ、この点々いっぱいあるんですけど、一つだけ別の穴から落とした絵の具があるんですけど。意味がわかんない。意味がわかんないから。え？あと実質うんこや。まあ、ほぼ実質うんこ。ほぼ実質うんこなんだけど。色は違うね。そう、まあ、これなんだけど、このミッフィの花。うわ、ミッフィの花。ケツの穴からパンと落ちた時の、確かに、これ。やばい、付き合わされたけど。最初なんか、屁で粉飛ばすわ。クレヨンを削って、絵の具と混ぜて飛ばす。うん、飛ぶ大丈夫、俺がちゃんと飛ぶように調合したから。絶対に、ね、ヘイちゃん飛ばないような見た目してんのよ。そこにさ、ただヘイかけて作業してさ、飛ばないじゃん、飛ばせ。そりゃそうだよ。したら、どうしようみたいな。本当に飛ぶと思って、こっちはずっと止めてたのに。じゃあ続いて僕、はい、はい、行きましょうか。まあ、一応、どうしようかな。まあ、罪とでもつけたことない。おー、罪と罪。おー、描いた罪を。こちらです。ダン。おお、ちょっといいぞ。ちょっとなんかぼかし感じるね。なんか呪いとかこもってそう。あ、そっち行っちゃう。儀式系の感じしない、ね。あ、でもね、ずっと本当に臭かった。焦げだけで作ったこちら作品です。あ、すごいわ。いい。そうそうそう、いいアイディア。ランダムだからもうこれは二度と作れない。唯一無二。いいですか。はい。じゃあ次僕行きますね。はい、僕、まあ、タイトルはどっから見ても。僕が書いてきた作品こちらです。ダン。何、どっから見てるの。なんかアートっぽくはある、うん、アート見感じ、うん、じゃあこの向きをどこから見てもちょっと違うアートの視点がある、うん、ほう。ああ、なるほどね。どっから見たら違う絵だし。どうやって描いたの、そんな両方が見える作品。これ、まあ、あの兄貴の子供に描いてもらいました。長男に描かしたんかい。もうそういうことか。自分で描いてないんかい。やばくない。どうしたって何。あとお前の作品じゃないです。そしたらいや、だから俺が管理してる子。だから子供や。翔也くん所属。
アーティスト。服装も相まってそう見えてきたわ。もっとなんでお前その服装なんていうか。今日結婚式で。あ、おめでとう。やっと結婚式でした。いやまさかね、式挙げるとは。なんか当日だとしたら撮影来ないでしょ。いや最後春田さん、すみません。はい、ということで私のタイトル、上から見下ろします。かぶった一生かぶったかぶったって。いや、最悪。それでは私の作品こちらです。お、こういうの描く人いたもん、美術の時に。俺ちゃんと自分で描きました。普通に、まあ下書きみたいなのしたんだけど、してこんな感じで描こうと思ったんだけど、できちゃったの。すごい、うまっ。いや、すごいわ。てか、YouTube やるの切っちゃうよ。マジでそんなにバカねえだろ。恥ずかしくなってきた、自分の作品の。じゃあ、まあ、出来上がったこの6つの商品を、はい、はい、路上とかで売っていきますか。はい、はい、まあ、どれが売れるかもわかんないですけど、頑張って売っていきましょう。はい、はい。俺の狙いは海外の人を狙っていきたい。正直海外の人ってやっぱ興味示してくれるから、その作戦でいきます。えい、オー、アウト、マイアウト。マレーシア？あ、ノーマネー。あ？あ、ショーは？イングリッシュ OK？ いや、イングリッシュ。I'm not。Oh, he doesn't care about the price. Price, good, yeah, yeah. あ、ナンバーワンアート。Oh, number this one. Good way. これで選ばれた。ナンバーワンアート？ Yeah. Number three. Good way. Yeah. Good way.No money, no, いらない。No, no money, no money. Free, proper free. Take. Where? This one. Where? Can. Can. Can take. 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 Take.ちょ、お前さ言ってや。え、あ、もう英語しかわからない人だったから、何言ってかさっぱりわかんなかったから。で、なんて伝えたの？あ、フリーオーケーって。フリーオーケーって。じゃあ、おいおい、この企画、売るのが目的なの。あ、お金？だからわかんないから。英語が。でも、だとしても気持ちいいかとしても、お前がフリーを勧めたんだ。ゼロ円ですって言ったんだ。じゃあフリーって言われたから、おう、フリーって。フリーオーケー。ケンゴの絵は0円です。何を言うよ。持ってきたらすごく嬉しいんだけど、選ばれたらすごい嬉しいんだけど、今すごくお前に少し腹が立ってる。あ、待って、はるか来た。はるか見て、来た。え、待って、1個ない。待って、1個ないでしょ。改めて全員で再確認すると、これで一儲けしようっていう話なんです。え、そうだよ。そうか。そう海外の絶対はえむずいわ。じゃあただで配るわけじゃないから、俺はこれ。じゃあ頼んだよ。はい、頑張れよ。コートのターンで全部終わらせていいからね。ああ、そうだね。うん、なのでこうやって声出していこう。はい、頼むよ。はい、頑張れ。こちら、どうですか。興味ないですよね。ありがとうございます。見せられても仕方ない。そうだよ。やっぱり数の見る感じ、こう回ってくる人が大事。こうやって後ろにいて興味持ってこうやってくるんですけど、そういう人をいかに捕まえられるかが大事だと思います。こう見てもやっぱはるかの絵がなんか目立つよな。あ、見えるな。目立つ。Excuse me. どうですか、ピクチャー。 Thank you. あ、どうですか。あれ来たよ。どうですか。今自分たち A 打ってて、もしよかったら何かしら自分たちでお金決めていただいて、何か買っていただけたら嬉しいなって感じなんですけど、どうですか。これ一番光りますよ。これですか。どうですか。じゃあお兄さんとお兄さん、もし買っていただけるとしたら500円。全然500円でも
これで二人ともありがとうございます。あれすげえ。なんでこの絵に選んだとかありますか。アートっぽい。アートとして完璧な。こちら一応作品名が春になってまして、花粉を表現してるんですけども、実際に絵の具を含んでくしゃみの子差し込んでこちらの方ちょっと、はい、こちらのタイトルが、まあ、天からのささやきですもん。はい、はい、これはもうガッチガチに絵として描きました。くしゃみない、くしゃみない、さすがに。え、欲しい、欲しかったらあげるけどね、くしゃみ。いや、ありがとうございます、とりあえず。ありがとうございました。いや、やっぱこうたさんすごいですね。ちょっと、はい、あの今500円で言ったじゃん、はい、俺ら一つ考えてなかったことが、はい、書いたペンとかが値段してるので。でも そんなん言ったら仕方ないよ。まあ仕方ないんだけど、これも売るための一つだからね。確かにね、うん、だからそれも踏まえて売らないと。なんかワンフォはさ、お金になったんだよ。確かに、だって俺もう20万とかで売りたかったもん。そうそう、我が子、そうだ、ね、我が子、ね、500円でいっちゃったと思って。いや大丈夫だよ、俺なんか不利なんだから。まあそうか、ケンゴはフリーでマレーシアに飛ぶ。ケンゴの絵を、あ、今絵を配ってるんですけど、あ、どうしたあ、どうしたどうしたどうした。中断で、はいはい、はい、ということですね、うん、結果、はい、3枚絵の方が買い取られました。はい、素晴らしい、ありがとうございます。1枚は0円、ケンゴさんの罪ですか。まあ、そうですね。で、もう2枚は俺の春と、はるかの、ちょっと前から変わってた、また変わってたやん、うん、まあ、その2枚が500円、すごい、いや、もう素晴らしいですよ、はい、すごいね、いや、合計1000円で、はい、ありがとうございます、はい、なんかもう正直、あと5分あれば、うん、全部売れます、私。いや、でもね、本当にね、あの、コウタの営業力、さすがでした。いやー、もうなんか、2年ぶりに売りました、ね、すごい。そうだね。じゃあ、ということで、まだ大金は手に入れられなかったですけど。はい、まあ、可能性見えたんだよね。で、この残ったやつはオフ会とかでプレゼントするかもしれません。そうだね。3月25日に、スカット、24日、日曜日に、スカット大阪でイベントやるので、ぜひ、概要欄から多分飛べると思うので、まだチケット余ってたりしたら、ぜひ皆さん応募待ってます。ということで、以上、スクワットのアーティスト活動でした。バイバーイ。ありがとうございました。